マーク・バーリー、マーク・アンソニー・バーリー、マーク・アンソニー・バーリー、1979年3月23日体は、アメリカ合衆国ミズーリー州セント・チャールズ出身の、元プロ野球選手、投手。左投げ左打。ジェファーソン短ン,ン1年時の6月に MLB ドラフト38巡目、全体戦1 3 9位で、シカゴ・ホワイトソックスから指名され、 翌5月に入団契約を交わした。同年 A 級バーリントンビーズでプロデビューを果たし、20試合に登板し死球はわずか16、とコントロールは、火の打ちどころがなく、トム・グラビンと比較された。2、3加のマイナーリーグ A 級バーミングハム・バロンズで16試合8勝4敗、防御率2.28の高成績を残し、フューチャーズゲームにも選出された。 シーズン途中の7月にトリプル A 級を飛び越えてメジャーに昇格し、7月16日のブルワーズ戦でチームが11から4とリードした9回表に登板し、メジャーデビュー。1点を失うが後続を抑え、試合を締める。その後3試合に先発したが、先発3試合目に3.2回で5失点と打ち込まれ、シーズン終了までリリーフに回された。 二千発ローテーションに定着。5月から4ヶ月連続で月間防御率に点台を記録し、8月3日のデビルレイズ戦では、被安打1の循環全試合を達成。9月に失速するまで、防御率はリーグ1位でシーズン通して221.1投球回、リーグ10位で16勝8敗、防御率3.29、同4位、ホイップ1.066、同1位を記録。 2は、開幕投手を務め、19勝、リーグ4位12敗を挙げた。ホワイトソックスのサワン投手としてはに、ジムカートが20勝、14敗を記録して、以来26年ぶりとなる19勝を挙げたバーリーは、この年以降まで5年連続で開幕投手に起用されるなどエースの座をつかむ。シーズン終了後に、球団は、バーリーと三年総額一八百万ドルで、 契約延長した。には2年連続でリーグ最多投球回を記録。2004年5月11日のオリオールズ戦から2005年7月26日のロイヤルズ戦まで49試合連続6イニング以上、当番という記録を打ち立てるなど、イニングイーター、多くのイニングを投げる投手のことぶりを発揮した。7月21日のインディアン戦、安打の走者を打で、 アウトにするなど、打者27人で完封勝利を挙げた。2005年は、オールスターゲームで、先発登板して、勝利投手となり、シーズン通算では、防御率3.12と、自己最高を記録。ワールドシリーズでは、第2戦に先発登板し勝ち星を挙げ、第3戦ではチームが7人の救援投手を使い果たし、延長14回にアウトランナー1.3塁の場面で、 自ら当番を志願し、アダム・エヴァレットを夕日に抑えセーブを挙げた。2試合連続当番で、先発セーブのパターンを記録したのは、ワールドシリーズ史上初のことであった。その後、チームは4連勝で88年ぶりのワールドシリーズ制覇を達成。5月14日のツインズ戦では、初回に7失点しながら、勝利投手となった。これは1900年9月29日に、 ジャック・パウエル、カージナルスが、オーハンズ、ゲンカブス戦で記録して、以来106年ぶりのチンであった。この年は12勝13敗で、初の負け越し、防御率も4.99で、自己最低を更新するなど、前年から一転して低迷。特に後半戦は14試合で3勝7敗、防御率6.244と大不振に陥った。それでもホワイトソックスは契約オプションを行使し、 バーリーはも、ホワイトソックスで投げることになった。オフに、球団は2008年から3年総額3、300万ドルで、契約延長を打診したが拒否した。契約最終年となった2007年、バーリーは4月18日のレンジャーズ戦で、ノーヒットノーランを達成した。ホワイトソックスの投手としては16年ぶりの達成で、5回にサミー総裁支給を一つ与えただけ、 しかもその後すぐ県制球で仕留め打者27人で試合を終了させた循環全試合だった。以降6月終了時点まで15試合に登板し5勝4敗防御率3.33を記録。7月8日、バーリーとホワイトソックスは4年後600万ドルで契約延長に合意した。シーズン通算では2001年以降では自己最小となる30先発。 201.0、投球回、10勝、9敗に終わったが、防御率は3.63と持ち直した。7月23日、タンパベイレーズ戦で完全試合を達成。この異行により、ホワイトソックスファンであるバラク・オバマ大統領から、祝福の電話を受けた。次の登板となった7月28日の、ミネソタツインズ戦でも6回西まで一人の奏者も、許さず、 ジムバートチームメイトのボビー・ジェンクスが持っていた41社連続アウトを更新する45社連続アウト MLB 新記録を達成した。なおこの記録は2014年8月にヤスメ・エロ・ペティと46打者連続アウトによって更新されている。ホワイトソックスにはまで在籍し、から11年連続で200イニング2桁勝利を達成した。2月23日。 ホワイトソックスは、背番号号56を同年から永久欠番とすることが発表された。12月8日に、マイアミ・マーリンズに4年総額5800万ドルの契約で移籍した。も二200イニング、2桁勝利をクリアして、それぞれ12年連続とした。2012年11月13日に、ジョシュ・ジョンソン、ホセル・エース、ユネル・エスコバーラ総勢12人が動く。 大型トレードでトロントブルージェイズに移籍した。当初は乱調が続き、5月には一時防御率が7点台まで落ち込んだが、その後は持ち直した。先発ローテーションを守り、13年連続で200イニング2桁勝利をクリアした。は5月までに9勝、防御率2.33をマークするなど、ハイペースで勝ち星を積み重ねた。7月には、 2009年以来5年ぶりにオールスターゲームに選出された。6月以降はやや失速したが、メジャー2年目の2001年から14年連続となる2桁勝利、13勝200イニングをクリア。投球イニングが14年連続で200回を超えたのは、1901年以降では、史上7人目の記録である。は、開幕から好調を維持し、7年ぶりの15勝4年ぶりの1桁。 敗戦となった。その一方後半戦で、やや失速し、15年連続200イニングは逃した。特に、シーズン最終戦でのマウンドでは、5アンダーを浴びて8失点を喫し、1イニング持たずに、降板。オフの11月2日に、FA となった。急速は遅いものの、多彩な変化球を低めに集めて打たせて取る、典型的な技巧派サワン。 バーリーの投球について、元チームメイトの井口忠人は、バーリーの時は、しっかり打たれたゴロじゃなくて、打ち損じた打球がよく飛んでくる気がすると語っている。持ち球は、85から89メートル pH、約136.8時速143.2キロメートルの沈む速球に、打者の手元で鋭く曲がるスライダー、大きく曲がるカーブ、それにチェンジアップなど、 請球が良いため、精密機械と呼ばれる請球を武器に、通算300勝を挙げたググマダックスに最も近い投手と呼ばれることもある。一郎は、左バッターのアウトコースいっぱいのところへ、ボール一個分のコントロールができると評価している。投球のテンポが良い,いため、バーリーの投板する試合は、他の試合に比べて、早く終わることが多い。二千五年四月十六日のマリナーズ戦は、 過去20年で最短の1時間39分で終わっている。また、体に負担をかけない投げ方をしているため故障が少なく長いイニングを投げられることも特徴。2004年から2005年にかけて49試合連続6イニング以上、登板という記録を打ち立てた。バーリー自身は、 普通は1イニング15球がベストと言われるけど、俺は10から12球で抑えることを目標にしている。マウンドに立つたびに、9イニングを90球で終わらせる、ことを目指している、虎の投球哲学を語っている。また、ゴールドグラブ賞とフィールディングバイブルアワードを、それぞれ4年連続で受賞しているように、メジャー駆使の守備力を誇る投手である。そのフィールディング能力は、自身の持ち味である。 打たせて取る、投球の大きな支えとなっている。一方で、ニューヨークヤンキースとは相性が非常に悪く、2004年4月10日の対戦で勝利して、以来12連敗を期しており、通算でも1勝14敗、勝率、067と苦しんでいる。また打者では一郎を苦手としており、通算で63打数27安打、打率、429とかもにされている。 この左つは一郎が50打席以上対戦したメジャーの投手の中では最もいい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。